ねえ、とも、ゆえはね、本当言うと、こうしてともちゃんと一緒にいる時でも、ずっとあやちゃんのことを考えてるの。あやちゃんと過ごした頃の思い出が、次から次へと蘇ってきて、どうしても消すことができないんだよ。あやちゃんとともちゃんの間に挟まれて、三人でぴったりとくっつきながら、暗い夜道を帰ったこととか。しょっちゅういたずらばっかしてて、だけど最後には必ず見つかっちゃって、一番逃げ足の遅かったゆえは、いつでもあやちゃんとともちゃんの背中を追いかけてた。ゆえの中には今でも、あやちゃんはちゃんといるんだよ。ゆえはいつまでも、あやちゃんと一緒にいるんだもん。今、ともちゃんの中に、あやちゃんは、いる？これ、ともちゃんも持ってるよね？ねえ、この写真を見るたびに思い出すんだ。あの時に言ったあやちゃんの言葉を。ともちゃんは覚えてる？私とイエちゃんのどっちをお嫁さんにする？そうやってともちゃんに聞いたよね。だけどともちゃん、黙りこくったまま答えようとはしなくて。それで帰る間際になってから、最後にあやちゃんこう言ったじゃない。もしもみんな大きくなって離れ離れになっちゃったとしても、心の中ではいつでも一緒にいようね。3人はいつまでも一緒だよって。ともちゃんの中にあやちゃんはいないの？あやちゃんは消えちゃったの？ううん、絶対に違うよ。絶対にそんなことないんだもん。ともちゃんの中でも、ゆえの中でも、あやちゃんはずっと生き続けてるんだよ。
智也、やっぱりまだここにいたのか。もうとっくに学校出たと思ってあちこち探し回ったよ。あ、ああ、まあ俺もな、この一週間かなり悩んだんだけど、やっぱ本当のことを言うべきなんじゃないかって。もう隠し通すのは疲れたし、それに智也たちの様子を見てるといても立ってもいられなくなってな。智也とゆえちゃん、この一週間全然口聞いてないだろ。多分な、それって俺のせいだと思うんだよ。ってこんなこと言ってても何が何だかさっぱりわからないよな。じゃあはっきり言うぞ、正直に真実を。実はな、あの手紙出したのは俺だったんだ。話さなきゃいけないことがいっぱいあって何から話していいのかわからないけど、あの手紙も、それから今までずっとゆえちゃんに気があるような素振りを見せてきたのも、ゆえちゃんをデートに誘って告白したのも、実はある一つの目的のためにしたことなんだ。ああ、智也とゆえちゃんを付き合わせること、それが目的だった。智也がゆえちゃんのことを好きだっていうのも、ゆえちゃんが智也のことを好きだっていうのも俺には分かってたからな。だけど二人はとある事情に縛られてなかなか前に進むことができないでいる。だから俺はその二人を結びつけてやろうと思った。せめての罪滅ぼし。そう、罪滅ぼし、償いだ。俺は智也に償いをしなければならなかった。関係あったとしたら、そう前に言ったな。つまりそういうことだったんだ。それは俺にとっても関係のある話だった。俺は昔から智也のことを知っていた。中学の頃からずっとな。あの雨の日、俺はあそこにいたんだ。あそこにいて一部始終を全部見てたんだ。だけど中学の頃の俺はあまりに幼くて、事故が起きてもどうすることもできなかった。怯えてたな。怯えて呆然と立ちすくんでいたんだ。周りを見渡してみてもそこには俺しかなかった。だけど俺は通報することも駆け寄って解放してやることもできなかった。やがて救急車が来て彼女を連れて行った後も俺はずっとその場に佇んでいたんだ。だから智也があの豪雨の中を駆けてきて白い傘を抱えて泣き崩れる姿も全部見てたんだよ。偶然高校が一緒になって、最初は正直言って驚いたよ。だけどどうしても言えなかった。何もできずに立ち尽くしていたなんて。だからせめて何か償いをしたかった。今日までずっと俺はそう思い続けてきたんだ。他には誰も。
ああ、反対側も何もない。彼女は横断歩道の真ん中をゆっくりと歩いていたんだから。
あやちゃんだけしかいないんだよね。あやちゃんの代わりにはなれないもんね。大丈夫、大丈夫だから泣かないで。
迎えに来てくれるはずだから。あの子たちは求めてるわ。あの子たちは待ってるわ。日だまりのようなぬくもりを、まどろみのような安らぎを、夢にわかるのよ。だって夢、夢も同じだから。あの子たちと同じだから。夢もあの子たちと同じものを待ち続けてきたんだよ。ともちゃん。ともちゃん、ともちゃんの、ともちゃんのバカ。
あの時返してもらったジュエルチョコのおまけ。うん、この一家の幸福を祈って。もう二度と離れ離れになったりしないようにね。ぷいぷい、ぷいぷい。ところでともちゃん、ご飯とかってちゃんとあげてるよね？一緒に歩けるって嬉しいな。短すぎていつも気づかなかったけれど、これはかけがえのない思い、そんな私がいなくなったら。
いて